30回目を迎えたこの大会は、60歳以上の高齢者の健康や生きがい作りを目的に開かれていて、今年は新型コロナの影響で3年ぶりの開催となりました。開会式ではバウンドテニス競技に出場する斉藤一郎さんらが、大会の精神を理解し全力でプレーすることを誓いますと選手宣誓しました。こちらの会場ではバウンドテニスの試合が行われています。両者譲らぬ熱戦が繰り広げられています。大会は卓球やテニス、それにゴルフなど21種目におよそ2000人の選手が参加しています。今年11月には神奈川県で全国大会が行われるということです。